はい、今回2回目なんで、去年もそうなんですけど、ドリームナイトは普段味わえない営業の、雰囲気というかがやっぱ一番楽しみなんで、その雰囲気楽しみながら自分の、売り上げとあとランキングを去年よりも、少しでも上に行けるように、頑張りたいと思います。で、当日は来てくれる女の子みんな楽しませるのと自分も楽しむっていうことを意識しながら、楽しんで頑張りたいと思います。じゃあ当日頑張ります。